出陣祭り春の陣と題しまして、皆さんに名古屋大寺市の詳細と服部半蔵先生の演舞を見てもらったりとかですね、後ろの方の名古屋城モチーフにしたね、ふわふわ名古屋城、それから忍者体験ができる、ブースであるとか、たくさんね、この歴史が学べる、この環境になってますので、ぜひ皆さん、お子様連れの方々もね、見ていただきたいな、楽しんでいただきたいなと思うんですけども、さあ、これからの時間は、13時より、この演舞ステージということで、この方々をお呼びしたいと思います。徳川家康の服部半蔵忍者隊。徳川家康と服部半蔵忍者隊は武将のふるさと愛知、武将忍者観光をより一層盛り上げるため、徳川家康公を支えた服部半蔵を中心に忍者の精鋭たちによって結成した愛知の魅力を発信する観光 PR 隊です。皆様、ワクワクドキドキする忍者ワールドをぜひともお楽しみください。それでは行きましょう。徳川家康と服部半蔵忍者隊の皆さんです。どうぞ。徳川家康の命を頂戴する。そうはさせろ。徳川家康様のお命は我らが守ります。私ども服部半蔵忍者隊は徳川家
ちは敵方の情報ではなく愛知県の魅力を情報収集し皆に伝えることが任務にございまする。故に今後とも我らの応援をばどうぞよろしくお頼み申します。一国の者たちも多く集うておる。安藤ゆく。はっ。 We came back to promote tourism of Samurai hometown 愛知 prefecture。 From now we will show you superhuman ninja arts。 Don't miss it。 これよりも忍術披露中は、みんなもいる。はっ。さあこの度は誰がいたすのじゃ。拙者三平がいたします。お主は何をいたす。はっ。拙者はですが、先ほど忍者学校を見ておったよというものを。手を挙げよう。ほうかほうか、子供たちも大事である。さよ、見たものはおそらく拙者が体術得意としておることが分かっておると思うんじゃけど、さらにすごいとこ見せていこうかなと思い申して、うん、こたびは水蓮殿が持ってくれておるこの巻物を障害に見立て飛び越える跳躍術を見せようと思いまする。さようであるか。さあではやってまいりまするか。はっ。では三平、まずはこの辺りでいかがですかの。まあ、よいな、うちの近いの。もう一度は離れよう。疲れかねちゃう。この辺りでかしこまりました。いかがですか。家康様の前というのが誠緊張いたしまするな。見とるでな、わしも。家康様の前で。よし、参ります。あるがあるぞ。さりながら、もう一度ばかり出せるのじゃろう。さようておくべきものはな、皆に披露いたせ。400年前とは違い、忍ぶ忍びではなく、皆に明るみとし、そして愛知と良きところを発信する忍者であろう。さようにございまする。では知らしめるがよい。知らしめるがよい。かしこまりました。ではもっと上げてまいりましょう。どうじゃ。さあでは、では私めとほぼ同じ見たけでいけまするか。そうですな。こういきますか。上にもうそうじゃな。この辺りで。さよう。は。上に拙者のここぐらいですか。首下あたりじゃな。それぐらいの高さ。伝わるかの。ここぐらいの高さじゃ。よし。これを跳躍いたすと思う。さようにございまする。上にもう一度おかしい。右手の。ああ、そうじゃな。お主が来たら意味がないよ。お前が開けるぞ。わしではなくお主になると思う。では私この。ええんじゃ、そこでええんじゃ。動くでない。そこは助走するときに必要なんじゃ。なんでここで戻ってまいれ。これ刀危ないし。よし、では三家による忍術披露じゃ。仕事見よう。同じようなもん。一歩上り流の術。はい。安定を回避でありがとうございます。よいしょ。このように人知を超えるものはそもそも備わるわけではない。鍛錬に鍛錬を重ね力をつける、それが寛容なことであると。子供たちもこの姿を見たであろう。このが自身の得意なことを育むがよい。さあといったところで、最後の最後にな、この者たちのとっておきの姿を武士たちに届けたい。では忍びの者たちによる人知を超えた剣術、しかと見届けよ。正しき心。忍びたる者忘れはせぬ。心に刃、辛くとも共に生きる民のため、笑顔と勇気を届けようぞ。我ら半島忍者隊、ここに推薦。
ありがとうございました。徳川家康と服部半蔵忍者隊の皆さんでした。今一度大きな拍手をお送りください。いやー、素晴らしい演舞でございましたね。うん、あの三平さんのあの跳躍力、あれすごくないですか。そうですね、すごい。お弟子の身の丈であれば優に超えるであろう。本当ですか。はいよ、うん、僕結構ありますよ。いくつぐらいだと思っております。おお、じゃあの5尺ほどか。で、分からせん、分からせんよ、みんな。それはそうじゃぞ。それは分かる。5尺なるものはな、150センチばかりだ。バカにしたんでしょ、バカ。よかったわ、今日ステージがあって。そうじゃな、みんなよりもちょっと高くなってるから、うん、ステージがあってやっと170ぐらい。そうじゃな。そうですか。おそらくそれぐらいじゃと思うぞ。本当に、やめて。そういったものを軽々飛べるというのが三平の跳躍であり、はい、そして午前にも披露したこの服部半蔵正成はな、体術に長けておる。敵を攻撃するだけではなくてな、飛びながらの攻撃だぜ。そう、見ましたよ、私。うん、うん、そうじゃろ。こんな高いところをですね、うん、こう、後ろ回ってスパーン蹴って、もう少し上手に説明を見たさ。いや、今ちょっと頭浮かんだんですけど、こう、要はなんか、こうね、なんかこう発泡スチロール置いてあって、それを発泡スチロールもう捨てない。樹脂で固めた板じゃん。樹脂で固めた板がこうね、高いところに置いてあって、それをこう後ろ飛び蹴りみたいな。そうじゃない、みたいなではない、それじゃん。そのもの。ほんとすごかったです、あれ。せっかくだで、子供たちも今一度見せてやるがいいよ。はっ、まさかりよ。ほんとですか。うん、あ、なしバージョンですね。そうじゃ。では半蔵による、それは何て言うの。わからんじゃん。今の代わりになるかと思います。おー、なしで良いの、なしで良いの。では、反応よ、いざ参れ。はっ。おー、高い、一つだけ。何でしょう。あの、本当に庶民の考えでございます。おお、それはいつ使うんでしょうか。お、こんな上に人がいるときの。そう思うじゃん、はい、そう思うじゃろ。申してやれ。これは現世の弾が飛んできた時にこのように使う。現世でこの弾が飛んできた。戻ってこい、半蔵、戻ってこい。弾が飛んできたらそんなことをやっとる暇はないじゃん。ああ、そうそう、他にあるじゃん。400年前何故そのような体力が必要であったか。はい、それ聞きたいです。答えてやるがよい、はい、この400年前はの、まあそこかしらに敵がおったわけじゃな、故に木の上にもおったわけじゃ。その木の上の敵を射抜くために今のような技を使う。なるほど。だそうじゃ。何の子が言ったかと。いや、ちょっと言ってないですよ。反応戻ってこい。他に何か説得力の生まれるような。木の上だったら木の枝に一回当たってしまうじゃないですか。うん、では何故そのような子が言ったか。はい、ようですが、やはり一番は弾が飛んできた時に。さすが半蔵様、グランパス宣伝隊の。なるほどですね、オーバーヘッドの。なるほど、球は球でも中級、いわゆるサッカーなるものの球が飛んできたときに打ち返すことができるということ、はい、400年前も今も有効であるということ。ハンドよ、あっぱれなり。あっぱれです。はい、家康様が言ったって、これはもう正解でございます。ボールを蹴るためにございます。そういうことじゃな、せっかくなんで、来季ぐらいは、宣伝隊長今ね、やられてしっかりと応援してくださってるので、その通りじゃ、その通りじゃ、来年ぐらいはちょっと入団していただければいいかなと思いますけど。入団、はい、グランパスに入っていただいて、宣伝隊をいたしておるがいい。でそこからこう選手になるって、これ異例中の異例ですよ。まあ服部半蔵正成の身体力を持ってすれば、はい、不可能な話ではない。そうなんです、うん、ぜひそれ期待しましょうね、皆さんね、よろしくお願いします。さあ、ということで今回ですね、演舞してくださったんですけども、うん、演舞以外に楽しめるスポットがいくつかあるんですが、ご紹介していただけますでしょうか。その通りじゃな、はい、まずは手裏剣がござるの、青年が。さようでございまする。あちら皆様の
所には手裏剣体験がござりまする、はい、先に出てきたのは名古屋城でございまするが、ふわふわ名古屋城、こちらのふわふわ名古屋城でございまする、こちらの方法にござりまする、なんと名古屋城天守閣がこちら中国のセントレアにもなんと築城されたということで、先ほどチート浮かれて遊んでまいりました。そうやな、さようでございまする。チートも大人の方が、今は足軽陣が隊のトーマが入りかけておるの。およ俺トーマ殿も先ほど楽しんでらっしゃったゆえに、えらい子供だな、躍動感すごいですね。いや楽しかったですな、我らはもう特別にあの城に入ることができたんじゃけれども、子供もさようでございますね。こたびはワンパたちのみ楽しめるで、ぜひとも後ほどあちらの方に遊びに行っていただけると嬉しいござりますね。他にはどんな忍者体験がいたせるのじゃ。他には手裏剣体験、その隣には吹き矢の体験、はたまたその隣の隣には我らのような忍び装束が着れる体験もござりまする。なるほどの、してこの映っておるものは一体なんじゃ。こちら隠れ身の術を使ってお写真が撮れる場所でござりまする。実際に忍びのような術が使えるということじゃな。さようでございます。400年前はどのような隠れ身の術をいたしておったのか。400年前は、この暗闇の中で木の、もう樹木の木の、まあ、袖、その布、黒き布をかぶるだけで、なるほど、暗き場所のゆえに闇に乗じるということ。さようでございます。して、これは石垣のようなものが見えるが、これはこの背景にそっくりな布をこのようにバサッとかぶせることに、目の錯覚により相手をごまかせると。ちなみにいたしたようちも手を挙げてみてくれるか。あほほほほほほ、かわいいな、お主たちがやったらそっくりそのままなあ、お主たち子供か佐野殿がやったらそっくりそのまま手になくなる。違う、まだもうちょっと僕の方が大きいです。さよか、多少の、はい、多少の、多少のマリアさん、誰手叩いて笑ってたし。あ、うん、そして隠れておるのは前田利家とかじゃな。ああ、ほうかほうか、確かにまさに隠れておるように見える。横から見るとちょっとわかるが、前から見ると、いや、そうですね、なのでよかったらその携帯でその映える、ね、なので写真を撮っていただくと、あれみたいなね、さようでございます。そういうのぜひ上げてもらいたいなと思います。ちなみに佐野ドラマはこたび何か楽しんだということはあるのか。あ、僕はですね、忍者の忍者わしと桑康とこのように話ができることが光栄であり楽しみであるということか。さようでございますよ、はい。忍者体験をですね、手裏剣をシュシュシュッとしてきたんですよ。おー、さようか、はい、どうじゃった。やっぱりセンスってあるんだなと思って。まぶのか、はい、でもセンスに溢れているなと思いまして、全部こうシュパッシュパッシュパッと、こういうもののことか。あ、それセンスです。何の話だ。センスです。センス中の、まあ、天才だっていうことですね。お主が、はい。あー、さようか、ありがとうございます。いや、まだ何も言ってないそのような姿、後で見せてくれの。客人たちもな、望めば。いやいや、司会進行の愛さに、そのこの天部の。いや、でも僕はですね、今日司会進行を市川殿からですね、仰せつかりましたので、もうしっかりとここを包んで。やらんのか、はい、愛さの時間でやればよかろうか。ありがとうございます。かわすことだけは上手やな。失礼ですよ。しかしながら、忍者隊の者たちは、はい、後で三平が出てくるの。三平が出てくる、あとで挨拶の時間三平出てくるじゃん。出てきまするゆえ、その時に一度見せてやってもらって。確かに、かしこまりました、はい、一緒に吹き足受けいたしましょうで、うん、でそれからグッズのメダル、記念メダルがございますよね。あ、本日もよろしいのです。その間にちくわの説明をいたせつゆえ、承知いたしました。皆様、お腹減った人手上げて、はーい。お腹はもうじき、あと少しするとおやつの時間でござりまするの。それゆえ私におすすめしたいのは、ババーンとあちらの通りのところにござりまする山佐のちくわでござりまする。なんとこたび特別限定の忍者セットなるものがござりまして。スイレン、見てみ。おー、もう買っとるわかな。いやいや、ありがとうございます。巻物のちくわ前でわしによこすちちおやつ様、おやつ様、そんなこともあろうかと、こちらの方に。マクドか、ご用意させていただきました。私も食べたことがあるんじゃがな、はい、なかなか良いぞ。これを片手にこの白飯3杯いけるんだよな。あ、そうですね。
僕は本当に美味し好きなんですよ。こちら中身は利点型のはんぺんや軸は巻物の形をしていたり、 あと煙玉の卵はんぺんでございます。あのこれなぜ卵が入ってるんですか。卵が中に入っておりまして、こちらも美味でございまする。黒いのはなんじゃ、イワシか、イワシのすり身か。すり身でございます。うん、イワシのすり身か。あ、体にもいい。良いぞですね。これから子供はラペットも食べてもらいたい。ございます。さあ、どうぞ。はい、どうぞ。はい、よろしくございます。ちなみに数に限定がござりもすゆえに、早く手に入れた方が。まだこれ残っておるのかな。風鈴の情報にござりますると、まだちーとばかし残っとるそうなんですよ。残りますか。じゃあ昨日今日の限定になっておりますので、ぜひとも。なるほど。さあ、そしてメダルなるものもあるか。はっ、拙者の胸についておるこちらにござります。こちらは皆様から見て左斜め後ろのセントレアオフィシャルショップ公式売店にて買うことができるものにござります。こちらですが、記念メダルとなっておりまして、なんとセントレアに来た暁にはぜひとも買っていただきたいものにござります。この度はなんとフードのが忍び装束に扮した特別仕様となっておりまするがゆえ、こちらぜひとも拙者とお揃いで買っていただければ。あちらの姫様も買っていただいておりますな。どこじゃ、キラキラキラリと。あ、そうか、一緒じゃな。ありがとうございます。だったら拙者に自慢ではないですか。拙者と青ソロジャガーと共感しに来てください。ぜひとも。後ろもね、侍忍者と書いてあるので、ね、侍忍者、はい、ぜひともそちらの記念に手に取っていただきたいなと思います。半蔵は先ほど小物入れを持っておったな。あれは一体どこから手にしたものじゃ。これは空店というお店があちらの通りの奥の方にござり申して、その空店にこのような今三平が持っておる忍者の絵が描かれたガマ口のこのような小型の入れ物じゃな。さあ、動くでないぞ三平、動くでない。一旦止まる。これは映し出しておるのじゃ。あ、じゃあ止まるがいい。このガマ口などもあれば、まあ、現世にはハンカチ、うん、そのような忍びの絵が入ったハンカチもござるような、空店というお店にもぜひ足を運ぶとえ、うん、ぜひともよろしくお願いします、うん、以上諸々の紹介はこれちょっとだけなんじゃなきゃ。あの、うん、皆さんね、小さいお子さんとか結構好きかなと思うんですけど、おー、なんじゃ、スタンプ、うん、記念スタンプがですね、このステージの右側ですね、右側に押せるスペースがございますので、ぜひそちらの方に。スタンプと同じような文様を私は胸につけておりまして、さらに令和っていうね、うん、言葉が言語じゃな、言語がちゃんと、うん、踏んでありますのでね、しっかりと押してありますのでね、はい、ぜひともそちらの方見ていただきたいと思います。はい、わかった。手とかにもつけてもいいですからね。なるほど、ほっぺとかね。そのような活用仕方、はい、ほっぺ、はい、イヤさんもほっぺにつけるとすごくいいって。それを待って満たしてみようと思う。右と左があるんじゃな、どちらがいいと思う。やっぱり両方じゃないですか。両方、はい、さあ、両か、はい、満たしてみようぞ、はい、よろしくお願いします。さあ、ということで、はい、うんうん、こちらのね、忍者隊のステージもこれでちょっとおしまいになってしまうんですが、実はこのあと15時15分から特別合同ステージが行われます。名古屋おもてなし武将隊の皆さんと服部半蔵忍者隊の皆さんの合同の演舞がございます。待て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 、その前に大切なことが一つあるじゃん。あります。それは後から言おうと思ってたんで、ちょっと静かにしても、はい、段取りがございました。すいません。そうです、もう無礼なこと言ったあとですいませんわ。もう手遅れじゃ、手遅れの問題じゃん。それは失礼しました。あんま治らないんです、すいません。行かないから、はい、そうですね。なので15時15分から合同演舞なんですけど、皆さん本当にお待たせしましたと。14時より、うん、武将様本人が語る歴史事業のステージがございます。うん、これは戦国の世がいかなる時代であったか、そしてなぜ我らがここにいるか、子供でも分かりやすいような初級講座となっている、はい、なるほど。ぜひとも来てくれろ。もちろん家康様が授業していただける。そうじゃ、わしが直々に先生をいたすぞ。じゃあ僕生徒役で入ってもいいですか。ならん、ね、邪魔になるだけじゃん。いやいやいや、ねえ、皆さんと一緒にさ、
校歴史で分かるわけでもかんない。ではこたびは特別にお主も参加せよ。やったはい。なんかいいって言われるとちょっとなんか恥ずかしい。いや必ずや参加はいらせしっかと見ておくでろ。はい、かしこまりました。皆さん一緒に見ましょうね。2時からですから。はい、うん、あ筆と紙をしっかと用意するまで。かしこまりました。しっかりと勉強させていただきます。ということで、素晴らしい演舞をしてくださいました徳川家康と服部半蔵二の隊の皆さんでした。今一度大きな拍手を送りください。ではまたお待ちを。さあこの後は14時より武将本人が語る歴史上のステージです。ぜひともそちらの方お楽しみください。ありがとうございました。